エンドウ類は和歌山県の主要品目の一つで、全国第2位の生産量を誇ります。エンドウ類は連作障害が見られ、土壌病害対策は栽培上最も重視する課題になります。そこで土壌病害対策として、太陽熱土壌消毒と新たに開発した肥料を組み合わせた陽熱プラス技術を開発しました。太陽熱土壌消毒前に栽培期間の肥料を全量施用するこの栽培法は、消毒効果の安定化と無追肥で肥料の施用量を削減できる技術として、日本で初めての取り組みになります。なお、ここで用いるハイパー CDU 入り豆用配合肥料は、エンドウ栽培の陽熱プラス技術に適した肥料として開発され、温度依存性が低いこと、エンドウ産地のリン酸集積の実態を反映し、リン酸配合量を 3% に抑えていること、特別栽培農産物に適応していることが特徴として挙げられます。それでは、今回開発したハウス未エンドウ栽培における陽熱プラス技術の作業方法をご紹介しましょう。作業は5月から7月に開始します。まず、ハウス全体の土壌をトラクターなどで耕起します。次に、畝となる部分を中心にハイパー CDU 入り豆用配合肥料を10R あたり窒素分で 24kg 施用します。この時に家畜糞堆肥や土壌改良資材も施用してください。施用後は土壌をトラクターなどでなるべく土壌深くまで耕起・混和します。耕起・混和が終わると畝立てを行います。畝立て後は地温測定用の温度記録計を設置します。設置方法についての詳細はこの DVD の概要編をご覧ください。次は、畝を中心にハウス全体に十分量灌水します。灌水は消毒効果を上げる上で大変重要です。灌水後はハウスの土壌全面を透明ビニールなどで覆います。前作でハウス張りに使用した古い透明ビニールなどを活用してください。あとはハウスを締め切り、太陽熱土壌消毒を開始します。太陽熱土壌消毒期間は、土壌の深さ15センチメートルで計測している地温データをモニタリングし、一定温度以上の積算時間で消毒効果を判断します。太陽熱土壌消毒の終了後は、いよいよ植え付けです。播種は8月下旬から9月に行います。陽熱プラスでは、消毒後すぐに播種や植え付けをできるのが特徴になります。畝に灌水チューブを設置し、マルチを張ります。植え穴に播種し、バークなどで覆土します。播種からおよそ2ヶ月後に開花が始まります。収穫は播種からおよそ3ヶ月後に始まり、4月下旬頃まで続きます。畝にビニールをかぶせる前に十分に灌水することが、太陽熱土壌消毒の効果を上げる上で重要となります。灌水の目安を参考に、土壌水分が堆積含水率で 40% となるように灌水を行ってください。また、灌水後は土壌の深い部分に水が十分浸透しているか確認してください。消毒効果を高めるため、ビニールの被覆はハウスの土壌全体を覆うように、隙間なく隅まで被覆することが重要になります。
和歌山県は JA 紀州みなべ稲美豆部会や片倉コープアグリ株式会社と連携して太陽熱土壌消毒前に栽培期間中の肥料を全量施用する栽培方法に向いた新しいタイプの未塩同様肥料を開発しました。病害の防除効果も安定するこの栽培法が県内外で普及することを期待しています。